どうもテイラクルです。ずっと探してたんですけど、この550点以上になるとギャラリーへ投稿できるよっていう。ただですね、ちょっとギャラリーに投稿する方法が分かりませんでした。なので次スコア650点を目指す、650点以上で1日1回、750点以上で2回まで投稿可能っていう、まあその自由モードを目指して頑張るみたいなのを今回やろうかなと。今現在の最高スコアが585点なので、650点になるには100点台がまあ 2,3 個増えないと無理っていうパターンになるかなと。650点、スコア650点目指してちょっとやってみましょう。さあ行こう。第4回ドッカンお絵描きバトルということでやっていきましょう。パイナップル、パイナップルはこの前は葉っぱから描いたので、そうですね、今回は実から描いていきましょう。実から、25秒、20秒、16秒、12秒、4秒、これどうだろうな、1秒、前回より下手かも。さあ得点は、99点、653点、ベストスコア更新。もうすいません、もう更新しました。こんなにうまく描けるなんて羨ましい。今にも動き出しそうなパイナップル、素晴らしいタッチで描かれていて感動的と。すごい評価もらいました。戻ろうか。この絵をギャラリーに公開しますか、今日の投稿はあと 1回だよと。あ、ここでやっとギャラリーに公開できるのか。650点超えか。なるほどね。この絵をギャラリーに、いい絵。じゃあもう650点超えたので、ギャラリーに公開していこう。マイコレクション、もうこれギャラリーもしかして公開できたりするなことはないか。今の一瞬だけだな、問いかけ。このタコをね、ギャラリーに公開したいんですけど、ちょっと無理っぽいんで、編集ないよね。まあ、とりあえず、まあ、おまけでギャラリーに公開する方法も分かりました。じゃあ、続けてやっていきましょう。虹。虹。無言になるのがね、面白いよね。面白いか、面白くはないよね。36、34、25、23、18、11、はい、できました。
AI は理解できるかな。81点。お、やるじゃん。やるね。AI 結構あれだね。分かってるな。うん。この絵をギャラリーに公開しますか。いいえ。じゃあ続けてやっていきましょう、3問目かな。まあ10問やろうかな。ネズミ、可愛く描こうかな。可愛く、あと15分。本当に無言になるな。これ無言になるの本当やばいね。うん、可愛く描きました。8 7 6 3 2 1。どうかな。もうちょっとかな。これ AI は何と見るか。23点。クソじゃん、クソじゃん。やっぱ顔から手が出てたのが良くなかったか。可愛いよねやっぱ。でもはい、いいえ、始めよう。キノコ、キノコは2回描いて、2回目はちょっといろいろと狙ったんですけど失敗したんですよね。うん、たくさん書くバージョンってどうなるかな、気になりませんか。でもちなみにたくさん書くバージョンで成功した試しがない。キノコって大体たくさん生えてるんですよ。それをね分かってほしい。うん、あんまりキノコのことについて話をするといろいろとバレるところもあるんで、あんま話さないですよ。そんなキノコ好きじゃないからね、言っとくけど。いやいや、過密すぎるでしょキノコ。8 7 6。これはどう捉えるかな。点数もらえないかもしれない。42点。平凡ながらよくまとまった作品です。キノコを聞かなかったことにします。お絵描きって楽しいな。ありがとうね。まあまあ。42点もらえればいいかな。ではでは、続けてやっていきましょう。カメラ。カメラね。なんだろうな、より正確に書いた方がいいのか。イクシーですね、これ完全にイクシーですね。うわ、夏、これイクシーだわ。イクシー夏、全然立体でもないんだけど、でもこういうのがいいんじゃない。こういうのがいいのか。イクシー夏いな。どうかな。もうこれ以上手を加えることはないぞ。あ、
イクシーって書こうとして失敗した。さあ得点は、うん、33点。あ、まあまあのカメラです。世間は下手というかもしれないけど私は好きだな。イクシーを知らんのか、イクシーを。はい、いいえ。自転車きた、自転車きた。30秒。この状態で17秒16秒。さあかけるかな、かけるかな、さてさて、ふうん、8秒7秒。うん、これかな。はい、これ AI なんて回答するかな、見える、読めるかな。これダメだったら平面にします。34点。おーし、いや、やるやん。いやいや、これで結構元気さだけは100点。うーん、結構評価してくれるね。34点はいいんじゃない。いいえ。目はね、片目だけでいいって。42分か。30秒、まだ余裕あるね。片目だけだからね、なんつっても片目だけの目ってやっぱ余裕あるよね。うん、18秒、14秒、8秒、3秒、2秒、1秒。はい、これは何点もらえるんでしょうか。聞こう聞こう聞こうの名の聞こう聞こうの名を聞こう聞こうの名を。38点。磨けば光るタイプだね。ちょっと分かりにくいけど目のようです。時間足りなかったかな。これがダメだと。そうですか、分かりました。いいえ。魚ね、普通のやつ書こうかな。普通のやつ、いや、くっそ面白くないけど。あとは鱗を描くだけの時間よ。21秒。今回は間に合いそう。鱗16秒、11秒、9秒。いけるね、余裕だね。どうだ。うん、魚でしょう。まあ、100点はいらんな。普通の絵ですから。2点。うっそ、この絵は採点対象外だよ。もうちょっとそれっぽく描いてほしいな。魚以外の何物でもねえだろ。はい。
びっくりした、驚きを隠せない。2点だよ、2点。小さすぎたのかな。馬、馬、馬です。蹄とか、蹄とかもつけといた方がいいのか。うん、あ、切っちゃった。50点か。平凡ながらよくまとまった作品です。これ馬に見える。うん、いい味出てるね。あなたのことを応援します。まあ自分は好きですよ。 いえ6作品目ぐらいかな。人参来ました。うん、ね、これどうだった、どんな感じだったっけ。こんな感じですよね、人参って。29秒か。よし、真剣真剣、頑張れ頑張れ。12秒、8秒、1秒。頑張ったけどな。結果どうでしょう。50点、50点続くね。画風は 100%。 うーん、いいと思う。本当に人参なんということでしょう。お絵描きって楽しいな。ありがとうね。人参には見えないか。 いえ盆作が続いてるね。盆作が、ハンバーガー、ハンバーガーは前回、まあ、うまくいったのかな。うん、ハンバーガーっぽく書いたら29秒。はい、普通にうまそう、普通にうまそう。まあこれ以上書くことはないんだけど、まあ中の肉の表現ができないとダメだな。はい、うん、ダブルレタスバーガーどうぞ。42点、引く。よく言えばシュールな作品です。ちょっとハンバーガーには見えない。あなたの底力を見てみたい。結構頑張ったんだけどな。いえ、カニ、カニ来た。
カニね、うーん、なんかね、他の動画見てたらこう書いてた人がいたんですよ。ちょっと真似してみようかなと思って、なんかまあまあまあこう、うん、ちょっとキャラクターっぽい感じ。よし、 OK。 何点取れるかなこれで。低いのかな。49点。うーん、かもなくかもなく。面白かった、コナミ感。本当にカニ？まあカニではないな。はい、まあ自分の力はこんなもんじゃないです。じゃあ続けてやっていきましょう。口無言になるね。無言になるの絶対ダメよ。本当に。無言は禁止だよ。無言禁止。口をかけ、口を。14秒。きついな。いやいや、きついとか言うなよ。9秒。3秒、2秒、1秒。これ限界。すいません。時間がないな。60秒ってやっぱすごいね。短すぎる。この口は何点だ。63点。まあ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 だな。微妙な口です。うん、はい、いいえ。じゃあ続けてやっていきましょう。白前回ね、失敗したのかな。 してないよね。うーん、白って言ったら日本の白を天守閣を思い浮かべるんだけど、海外の城描いてた人もいるっていうね。これはどうなのか、城なのか、うん、っていうか海外の城っぽくなってるな、中国の。掘りね、掘り。さあこれは何点だろうな。低そう。うん、悲壮感が漂ってます。時間が足りなかったかな。足りなさすぎだよ。いいえ。まあベスト作品をちょっとあげようかなと思うんですけど、かぼちゃ。
この無言はね、ダメよ、本当に。無言はダメ。あと18秒か。12秒、8秒、7秒、6秒、2秒、1秒。はい、得点ください。30点。よく言えば冒険的な作品です。かぼちゃにしては少し形が違いませんか。あなたの素直さは出てるねと。まあ合ってます。あなたの言ってることは合ってます。ちょっとディティールがおかしくなりました。キリン、キリン、キリン、わかんねえな、どうだったか。あーでもキリンだな、これは。これはキリンで間違いない。これね、ケツがどうなってるかもわからないな。こんなんだったかな。うん、あと13秒、8秒。できるだけキリンに似せよう。4秒、3秒、2秒。キリンに似せよう、できるだけ。よし、50点かな。50点。見ようか。65点。まあまあか。よかったよかった。お題表現力は80。平凡ながらまとまった作品です。まさにパーフェクトなキリン。絵心を持ってる人っていいな。うん、いいえ。まあタイトルは、うん、投稿納得のいく作品ができるまで終われませんとか、そんな感じにしようか。これあれかな、自爆の可能性高いか。うん、なんかね、手をね適当に書いたら0点だったとかいう、そういうのもねちょっと見たんで、うん、まあ0点にならないようにという感じですね。うん、はい。どんな感じかなこれ。30点。39点。うん、近いね。うん、まあいいっしょ、こんなもんですよ。いいえ。花、花か。ノーズ。わかる？ AI わかる？これ0点。分かってねえな。はい、ヘビ、ヘビは前回書いたな。なので
今回は別の角度を行こうか。やっぱね、ヘビはね、チロチロが出てないとね、チロチロが。鱗とか変えてもいいけど、やっぱヘビはいいっすね。ヘビ好きやわ。うん、まあ田んぼにいるヘビですね。これ投稿しようかな。80点。うーん、ピカソもびっくりのデッキ、今にも動き出しそうなヘビ、素晴らしい絵心をお持ちですね。まあこれ悪くないけど、どうも、もうちょっと粘ろうか。いやー、そろそろやめた方がいいな、ちょっとやりすぎた。うん、じゃあこれを投稿しましょう。今日はそれで許しましょう。戻る。この絵をギャラリーに公開しますか。今日の投稿はあと1回だよ。はい、いいよこれで。投稿しました。いやー疲れた。うん、長々とお付き合いいただきありがとうございます。カウンターは60作品書いたってことになりますね。まあ今後もまあ少なくとも6000作品ぐらいは書くかなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。失礼します。